こんにちは、ゆいです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今回は、前の動画でリクエストをいただいた、自社猫のエコたわしを作っていきたいと思います。SA さん、コメントありがとうございました。動画のコメント欄にリクエストなどありましたら、コメントしていただければできる限り作っていきたいと思いますので、ぜひお願いします。で、今回作っていく自社猫はこのちょっと濃いピンクの毛糸と白い毛糸と薄いピンクの毛糸と黄色い毛糸と黒い毛糸を使って作っていきたいと思います。で、今回も5号針と7号針と、とじ針と、ハサミ使っていきたいと思います。増やし目と減らし目をしながら作っていきたいと思います。ちょっと言葉で説明するのが難しいので、図を見ながら、説明しながら編んでいきたいと思います。4段目まで描いてみた図なんですけど、まずはじめに鎖編み3目で、立ち上がり1目で3目編んで1目編んでまた3目編んで1目編んで8目にした状態を作りたいと思います。ここが1段目のとこですね。で、2段目がここなんですけど、2段目が3目編んで増やし目して、また3目編んで増やし目して、2段目が、12目になります。ここ3段目、3段目なんですけど、3段目が3目編んで増やし目を3回、でまた3目編んで増やし目3回です。で、3段目18目になってります。で、4段目と5段目は増やし目なしで編んでいくので、早速編んでいきたいと思います。まず1段目、鎖編み3目1、2、3で立ち上がり1目で で、これで1段目完成です。で、2段目が3目編んで増やし目で、3目編んで増やし目です。で、2段目
1、2、3。でこれで2段目完成です。2段目は12目編んでます。で3段目が1、2、3目編んで、増やし目増やし目増やし目で3目編んで、また増やし目3目です。1、2、3で増やし目増やし目増やし目で1、2、3でまた増やし目増やし目増やし目で、これで3段目が完成です。で、これで3段目18目編めてます。で、4段目と5段目は増やし目がないので、このままそのまま編んでいきます。これで5段目まで編めました。6段目がですね、1、2、3、4、5、6、細編みを6目編んで増やし目して、細編み増やし目1、2、3、4、5、6、6目編んで増やし目細編み増やし目で、22目にしていきます。まず6目1、2、3、4、5、6、6して増やし目で細編み1で、また増やし目1で、また6目1、2、3、4、5、6で増やし目して細編み増やし目で、6段目完成です。で7段目が1、2、3、4、5、6、7細編みして増やし目増やし目増やし目で1、2、3、4、5、6、7、8で増やし目を3回して細編みしていきます。1、2、3、4、5、6、7で増やし目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 で1、2、3、4、5、6、7、8
で、増やし目、増やし目、細編み、増やし目、増やし目、増やし目、細編みです。で、細編みで、7段目が28目完成です。次、8段目が 1,2,3,4,5,6,7,8 細編みを8目編んで、増やし目を 1,2,3,4 目増やし目して、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 編んで、1,2,3,4 4つ増やし目して、最後細編み2目して8段目が36目になります。では、まず細編み8目1,2,3,4,5,6,7,8 8目で、次増やし目、増やし目を1,2,3,4で、今度細編み、細編みを10回、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10で、また増やし目4回、1,2,3,4で、細編みを2回、で、これで36目になりました。で、9段目は増やし目なしでそのまま編んでてください。で、これで9段目完成です。9段目まで編めて、次が10段目なんですけど、ちょっと図が大きくなりすぎて上手に描けなかったので、10段目からは口頭で説明していきたいと思います。ちょっと分かりづらくなってしまうかと思うんですけど、すみませんが、よろしくお願いします。10段目なんですけど、10段目は細編みを12回編んで、増やし目を1回して、で、その後細編みを17回で、増やし目を1回で、細編みを5回で、合計が38目になるように編んでいきたいと思います。で、まず細編みを12回、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12で、増やし目1で、細編み17回、1,2,3,4,5,6,7,89
10、11、12、13、14、15、16、17で、増やし目を1回で、1、2、3、4、5、よし。で、これで10段目完成です。次13段目。13段目は細編みを10編んで減らし目を1回して、で細編みを3目で減らし目を1回、でまた細編みを12目編んで減らし目して、細編みを3回、減らし目1回、細編み2回で、13段目は34目になります。で、まず細編みを10編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、減らし目を1、減らし目を1、細編みを3、1、2、3で、減らし目、細編みを12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12で、減らし目を1回で、細編みを3目、1、2、3で、減らし目を1回、1で、細編みを2目、1、2で、これで13段目が完成です。で、14段目は細編みを10編んで減らし目を3回で、細編みを11編んで減らし目3回して細編みを1で、14段目が28目になります。細編みを10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10減らし目1で、減らし目2、減らし目3で、細編み、で、細編み1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11で、減らし目1、減らし目2、減らし目3で、細編み1で、よいしょ
で、これで14段目が完成しました。次が15段目。15段目が細編みを11編んで、減らし目を1回して細編みを12編んで、減らし目1回、細編み1回で、15段目が26目になります。では細編みを11、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11で、減らし目を1で、細編み12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12で、減らし目1回、細編み1回で、15段目完成です。これで15段目まで編めたので、16段目からはこの薄いピンクの毛糸で編んでいくので、ピンクの毛糸を引き抜きます。で、こっちの濃いピンクの方は先に切っておいたので、巻き込みながら編んでいきたいと思います。で、16段目は細編みを10目して、増やし目を3目して、その後細編み10目、増やし目3目で、16段目は32目にしていきたいと思います。で、まず細編みを10編んでいきます。で、ここの濃いピンクも一緒に巻き込みながら編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、10目編んで、増やし目を3目で、ちょっと糸がもういいかなと思ったら切ってください。で、増やし目、もう一回増やし目、で、増やし目で、次が細編みを10
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で増やし目を3目増やし目増やし目増やし目で、これで16段目が完成です。で、次が17段目17段目は、細編みを13目編んで増やし目して細編みを15目編んで、で増やし目して細編みを2目入れます。で、17段目は34目になります。では、細編みを13編んでいきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13で増やし目増やし目で細編みを15編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15編んで、増やし目して細編みを2目、1、2、これで17段目が完成です。17段目完成しました。で、その後18段目から20段目まではそのまま増やし目なしで編んでいきたいと思います。で、これで20段目が完成です。ではこのかぎ針を上から刺して、ここから糸を引き上げて引き抜き編みをしていきます。で、次の穴に刺して引き上げて繰り返していきます。よいしょ。で、引き上げて、で、次の穴刺して引き上げて、
で、こんな感じで一周ぐるっと引き抜き編みをしました。で、糸の始末をしたので同じ感じであと2段引き抜き編みをしていきます。引き抜き編みの糸処理をしてこんな感じで胴体が完成しました。で、次はパーツを作っていきたいと思います。で、最初この白い口を作っていきたいと思います。で、口はこっちの5号針で作っていきます。鎖編み21目を作って引き抜き編みを1回してその後細編みを4回で中長編みを11回してその後また細編み4回で引き抜き編みして完成になります。では鎖編みを21目作っていきたいと思います。8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21で立ち上がり一目で、で、一番最初に引き抜き編みを1回してで、細編み4回で、次が中長編みを11回11回終わったら細編み4回
2、3、3、4、4回編んだら一番最後引き抜き編みします。引き抜き編みをして、で一番最初の編んだところを拾って、でまた引き抜いて、でこれで口が完成です。と口が完成したので、次目の部分を作っていきたいと思います。で目も5号針で編んでいきます。で目は輪の目で始めて5目編みます。1、2、3、4、5。で輪の目で5目編んで、1、2、3、4、5。でこれで1段目が完成で、で2段目は全部増やし目をして10目にしていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、8、9、10。で2段編んで目はこれで完成です。ともう一つ目になる部分を作っておきました。ここの黒目の部分は後で縫い付けていきたいと思います。耳も5号針でこの同じ毛糸で編みます。耳は輪の目で5目1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。で2段目、2段目も増やし目なしで5目。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。よいしょ。で耳は2段編んで、こんな感じで
完成です。身部分をもう一個作っておきました。これで耳完成です。次が口の周りをこう編んでいきたいと思います。で、口の周りの編み図的にはこんな感じで鎖編み12目で編んでいこうと思います。で、口の周りはこっちの7号針で編んでいきたいと思います。では、鎖編み12目作っていきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 で、立ち上がり一目で、で、細編みを12,112で、同じとこに一目編んで、で、反対側も12編みます。12よいしょ。で、一目編んで、で、引き抜きます。で、これで1段目完成です。2段目がまず増やし目して、細編み10目編んで、増やし目を3回して、細編み10目して、増やし目2回になります。で、2段目、増やし目。増やし目。で、細編みを10。1、2、で、増やし目を3回。増やし目。3回。増やし目3回。そしたら、細編みを10、1。10で、増やし目、増やし目を2回、
で、2段目が完成です。で、3段目が増やし目で、中長編みの増やし目、中長編みで、細編みの増やし目、減らし目して引き抜き編みを2回で、減らし目して増やし目して中長編みで、中長編みの増やし目で、細編みの増やし目を 1,2,3,4,5 で、次細編み 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、増やし目を4して終わります。ではまず細編みの増やし目を、よいしょ、1で、次が中長編みの増やし目で、次が中長編みで、細編みの増やし目をして、で、次が細編みの減らし目をして、で、引き抜き編み、引き抜き編み2回して減らし目で、次増やし目で、中長編み、よいしょ、で、中長編みの増やし目で、細編みの増やし目を5回、よいしょ、1回、2回、よいしょ、3回、4回、5回で、細編みを10、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10で、増やし目を1,2,3,4よいしょ、で、これで口が完成です。パーツが全部作り終わったので、これを縫い付けていきたいと思います。で、まず口周りの部分に口をこう縫い付けていきたいと思います。ひげの部分を、これを縫い付けた後にここに縫い付けたいので、ちょっとここが幅を大きく取れるように縫い付けるといいと思います。で、縫い付け終わったので、次このひげをつけていきたいと思います。で、ひげはだいたい
だいたい真ん中ぐらいかなって部分に。ヒゲまで完成したので本体に縫い付けていきたいと思います。こんな感じで縫い付けました。口が縫い付け終わったので、次目をつけていきたいと思います。口もそうなんですけど、こう手を入れれるように作りたいので、一緒に裏の方まで縫い付けないように気をつけてください。ちょっと黒目の方を真ん中寄りにしたいので、向きを間違えないように縫い付けていきたいと思います。Open your eyes, look into mine. With just one stare, I know I'll be fine.反対側の目も同じ感じで縫い付けていきました。と、次鼻をこの目の上あたりでひげかぶらないぐらいな感じで縫い付けていきたいと思います。鼻こんな感じで完成です。次は、眉毛をつけていきたいと思います。眉毛はこんな感じで目ぐらいの距離感で ここら辺かな。ここまで完成したので、次が耳の部分になります。あんま近すぎず遠すぎず絶妙な感じでつけていきたいと思います。で、目安としては眉毛の斜め上あたりにつけるとちょうどいいのかなと思います。Just open.
こんな感じで耳をつけていきました。耳をもう一つつけて、でこれで完成になります。 SA さん、コメントありがとうございました。イメージ通りのチェシャ猫にはなったでしょうか。で私的にはこのパーツを縫い付けるときに裏側まで縫い付けないようにするのがちょっと難しかったのではないかなと思いました。参考になったや他のキャラクターのエコターショーも見たいなどありましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。次回作るのがこちらもリクエストのあった大人気漫画鬼滅の刃のねずこちゃんをエコたわしで制作中なので楽しみにしていてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、ゆいでした。